はい佐々木徹ですえ。本日は4月の25日ですね、ビットコインの方をただいまチャートの方を出しております。まあ、久しぶりの動画なんですけどね、あのちょっと今日う、ちの黒い子も一緒におりますので、はいまた一緒に遊んでいければなと思いますけれども、はい、えー、ビットコインの方がですね、まあめでたく100万円を超えるということで、円建ての方でもね、お題を突破してくるということになってきました。 でえーまあ、あのいろいろ、ね、ありましたよねあの、ショートの踏み上げだったりとかっていうのが結構あって、値段の方がバーんと上がったっていうことがあって、でそれの勢いがまあ続いて、今、100万円を突破するというところに来てるんですけれども、まあ、おそらくビットコインはちょっとね、えー、一旦は頭を打たれる場所には来てはいます、一応ね、えー、来てはいますあの、抜けるかもしれませんし、抜けないかもしれませんけれども、一応はあそういうですね、おそらく利食いが入る場所に今、来たのかなというところですね。 はい、というのも、ままあ、まあ,あのこれテクニカルなんですけどね、えー、かあの値段の動きだけで見てやったときにもおある程度ね、ねインジケーターの方がまが、あ、ほぼピークをつけているということと、まあ、あとは移動平均線なんですけどね、まあ、ビットコインの場合はね大体いい100とか125とかそういう切りのいいあの数の移動平均線に結構反応するという傾向がありましてですねその移動平均線とあと過去の,あの高値ですよね。 高値から50%の戻しのポイント、この2つを、ね、あの自動で描画してあったものになるんですけれども、まあ、それとちょうどですね1万ドルのポイントですよね、はい,っていうのが、ほぼ重なるポイントに来てますので、おそらく一旦は利食いで下げていく可能性もゼロではないのかなというところですね。 まあなのでもし下げがね深ければここ,あのここのボトムからここのトップのちょうど中間ぐらいですから8000ドル前後ぐらいというのもおなくはないのかなというところなのでえまあ,ま,あ,あんまり焦ってえ今、ビットコインを買う必要もないのかなというふうに個人的には思ってますけどねはい個人的には思ってますというところでございましたはいであとは今週はビットコインキャッシュがすごかったですよね0.09のポイントから0.17のところまで大きく上げるということになりました でこれに関しては、ね、自分もちょっとブログに書いてあの、ビットコインキャッシュがちょっとこのまま上がっちゃう可能性もありますねみたいな、少し長い目で見たやつをあの書いたんですけれども、えー、とこれはですねあの、ビットコインスクールの方ののフェイスブックのグループの中にね、自分が投稿した4月の23日に投稿したものになるんですけれども、おまあまあ、あのー、こっち側の、ちょっと画像を出しますけれども、はいえー、こっち側がね、ビットコインキャッシュになります。はい、で、こっち側が BTC ということで、 でこの2つってまあ非常に形が似てますねということで出しました。で、えー、1つ違うのはです、ね、こっちのビットコインキャッシュの方は、これはです、ね、冷やしを出してまして、こっちのビットコインの方うは、ね、こっち、中足になります。 で、えー、値段の動きとかを見ていくとだいたい今あのビットコインキャッシュっていうのは過去のビットコインの、ね、動いたパターンっていうのをだいたい7倍速で短縮して動かしているっていうねそういうパターンで今動いてるというようなですねところがまあ見て取れたということで、まあ、ビットコインキャッシュがここで1回ね0.5まで上げて その後0.1を切るところまで下がるということで、まあ大体80%の下落をちょうど叩いたと。でこれって、まあマートボックスで1000ドルを超えてですね、そこから200ドルを切るところまで行ったということで、ここの80%の下落と、まあ、ちょうど一緒なんですよね。はい。ということと、あと今の上昇のパターンと、あとはですね、 まあポジションの動向とか見ても、ひょっとしたら本当にこうなる可能性もゼロではないのかなっていうふうにあの見ている部分はあります。ちょっと投稿してた内容、こちらに出してみますけれども、だからといってビットコインキャッシュがね上がるという保証は何もないんですけれども、おそらく0.16から0.17レベルでは利確が入るでしょうということで書いていました。 で現状はですね、やっぱり0.16と17の間ですよね、165のあたりかな、ということで、きっちり利食いの方が入って、戻してきているというような状態になっています。はい まあなのでやっぱりその見た目の値動きっていうのももちろん大切なんですけれどもやっぱりまあみんながねどこで仕込んだかっていうことですよね、まあ、なのであれだけ見るとねなんかあのなんでそこだけ分かるんだよみたいな話になるんですけれどもただあんまり特殊なことをしてるわけではなくてまあ要は誰がどこでいくらぐらいで仕込んだかっていうのをまあまあ,あの突き詰めていけばね大体見つけることができるのでそうするとおやっぱり利食グイが入る場所っていうのも大体ほぼほぼ決まってくるっていうことがあるので。 えー、まあまあ、あのここで利食いが入ってますねというところでございました。はいまあ、ただ、あのー、ビットコインキャッシュはこのままズブズブ落ちるという感じでは今はないですね。はい、あのなので、ひょっとするとひょっとするのかなという,うところには来てますあの。内部のポジションの動きとかを見ていくと、本当に、ね、あれなんですよ、あのー、以前の0.5、えーえー、まで上げたこの時のタイミング、ちょうどこのあたりの、ねえー、動きと、 ポジションの動向がそっくりでですね、これ来たら面白いなと思うんですけれども、ただこれは何の確証もないです。ただ、似ているというだけなんで、というところですね。なので、ビットコインキャッシュの方はね今までこういうふうにガンと上げて、ガンジリジリと下げる、ガンと上げてジリジリと下げるっていうのをずっと繰り返してきているので、今回もガンと上げてジリジリと下げるっていうのも当然えありえますしね、そうじゃないかもしれません。これはもう分かりませんけれども。 今、ビットコインキャッシュはあのー、ショートが積み上がってますので、ここで下手にショートをすると、そのままボーンと上に持っていかれるという可能性があるので、ちょっと気をつけといた方がいいのかな、ショートをする場合はね、今からショート入ろうというのは、えーまあ、0.165とかね、そのぐらいでショート入ればいいんですけれども、まあ、0.14ぐらいまで下がってきた段階でショートするとお、ちょっと出口は相当気をつけとかないといけないのかなっていうようなところには来ているのかなという感じでございました。はい まあ,あとビットコインの方もさっき頭打たれるっていう風に言ってたのもあのテクニカル上もそうなんですけどねあとそれ以外に、まあ、やっぱり金利ですよねアメリカの金利の方が3%を超えてきてさすがのイールドカーブも下がってきたということであの金利からするとビットコインはちょっと下に下げ させられるる傾向があるところには来てますなので、いくつかちょっと条件がね、えー、揃ってきているので、まあ、あの,のイールドもそう、イールドガーブもそうですし、あと、霧の値段帯もそうですし、あと、インジケーター、まあ、価格のね、インジケーターですけれども、もうそうですし、あとは、主要なポイントですよね、はい、主要な移動平均線等々からですね、一応、それらの総攻撃を受ける場所に来ているので、軽い利食いがあったとしてもおかしくはないのかなと。 ただ、そんなに長くは続,くない続かないでしょうねあの、これが超えていくっていうのは、まあ、ほぼ間違いないとあの、数字の方は言ってますけれども、まあまあ、それはね、えー、その先になってみないと分かんないのかなというところでございました。 はいえー、ということで、ちょっとこちらの方はあですね、えー、トレーディングカレッジという講義の中のイントロダクションとして、えー、公開の部分ということで作らせていただきました。で、今から本編の方を作るんですけれども、ちょっとこれはお知らせになります、えー。ビットコインキャッシュの方が、じゃあ、まあ、仮にね、上げる、上げるのであればの話なんですけれども、おじゃあ具体的にね、どの辺で、まあ、あの、何らかの、また買いが入ってくる可能性が、ね、あるのかというポイントであるとか、 まあ,あとは、本当にね、ちょっと気になるんですよ、ビットコインキャッシュが今、本当に気になるので、ちょっとね、これは深くやってみようかなというふうに思ってます。本編の方では、じゃあ、ビットコインキャッシュの方が、じゃあ、あ大体ね、どのぐらいの戻しを入れる可能性がねあるのかっていう、ちょっと内部的な、内部的なっていうのは、そのポジションの動向だったりとかから見たときに、どの辺がまあ一つの可能性があるのかっていうポイント。 とですね、あとビットコインの方がです、ねまあ、今あちょこっと。 しまあ、ううまあまあ今、後どううなるのかっていうこといこですよねあのこれ今ビットコインは理論値を計算する非常にいい方法をまあ見つけましたので、のこの前の動画でねちょこっとやりましたけどね、新しいネットワークバリューということで、その数値もアップデートを今されてますし、そういったことであるとかですね、そのあたりのね、諸々の方も続きの方でやっていこうと思いますので、またご興味のある方は、ぜひご覧になっていただければというふうに思います。はい、ということで、最後はお知らせでございました。今日はですね、はい、 うちの、はい、えー、黒い子、久しぶりに登場いたしました。えー、なんと今日は逃げずに最後まで降りましたので、はい、良い子にしておりました。来週ビットコインは上がりますか、下がりますか上がるなら右、下がるなら左。はい、どっちでしょうはい、えー、左手が先に乗ったので <laughs>、下がるの方なのかなもう一回やってみよう。はい、ビットコイン上がるかな、下がるかなどっちですかどっち どっちあ、上がる方が先に来ましたん、ね、で、はい。右手で上がるということでしたので、えー、来週は上がるというふうな、はい。クロックの予想でございました。はい。えー、来週、ちょっと頭押さえられるんじゃないかということでね、私いましたけれども、まあひょ、あのこっちのね、この言うことが正しい方がいいですよね。はい。ということで、えー、来週も楽しんでいいただければなというふうに思います。はい。ありがとうございました。